鹿児島県第3区は、かつて存在した衆議院の選挙区。1947年の第23回衆議院議員総選挙から設置された。廃止時の定数は2。1986年の公職選挙法改正に伴い定数は3から1つ削減された。1994年の公職選挙法改正によって廃止され、旧鹿児島3区地域は現在の衆議院小選挙区で、鹿児島県第4区の一部にあたる。鹿児島県東部、おおむね旧大隅国に属する地域の選挙区である。大隅半島に加え、南方の種子島、屋久島が含まれる。当初は1926年の第16回総選挙から1942年の第23回総選挙まで使用された区割りに基づいて奄美群島も含まれることになっていたが、1947年の中選挙区制復活に伴う選挙区設定時に、同地域はアメリカ軍の軍制下にあり、1953年の返還後には奄美群島選挙区として独立した定数1の選挙区とされた。人口流出による有権者の減少が進み、1986年の公職選挙法改正によって定数が1人、削減されたため、全国で4選挙区生まれた、二人区の一つとなった。畜産、洋タバコ栽培などの農業が、地域産業の中心で、志布志町での港湾整備を除くと大規模な、商工業施設の建設が他地域と比較して、少なかったため、農村での支持が厚い自由民主党が他党を圧倒する強力な地盤を築いた。特に、山中貞則と、二階堂進の二人は強力で、山中は17回、二階堂は16回の当選を重ね、共に自民党内で大きな影響力を持った。これに、橋口隆を加え、自民党は第28回に続き、第31回からは6回連続で定数の3議席を独占した。さらに遡ると、保守合同前の4度でも全議席を保守系の候補が占めた。一方、日本社会党は厳しい戦いが続いた。有馬照武が左派社会党から出馬した1955年の第27回総選挙で、初の革新系議席を奪い、通算で3回当選したが、その次は1983年の第37回総選挙で、上西和夫が当選するまで16年間の空白が生まれた。5度目の挑戦で、初当選したその上西も、定数削減の影響を受け、続く1986年の第38回総選挙では、山中と二階堂に敗れた。1990年の第39回総選挙では、消費税批判の追い風も受けた、有川誠二が、消費税の生みの親とも呼ばれた山中を破って話題となったが、1993年の第40回総選挙で山中に議席を奪回された。他の野党はさらに厚い壁に阻まれた。公明党は候補者擁立自体を一度も行わず、民社党は民主社会党として結党した直後、1960年の第29回総選挙での立候補のみだった。日本共産党は公認候補を立て続けたが全く振るわず、特に第38回総選挙では、柴率、俊明の得票率が 0.92% に終わり、1970年代以降の同党では、異例の 1% 荒れまで起こした。自治体の名称は、第40回衆議院議員総選挙時点のものである。1950年公職選挙法施行当時の区域は、以下のようである。第40回衆議院議員総選挙7月18日執行、当日有権者数256,568 人、投票率 80.12% 第39回衆議院議員総選挙2月18日執行、当日有権者数257,962 人、投票率 83.63% 第38回衆議院議員、総選挙7月6日、執行当日有権者数、257,159 人、投票率、85.56% 第37回衆議院議員総選挙12月18日執行当日、有権者数259172 人、投票率 85.03% 第36回衆議院議員総選挙6月22日執行当日有権者数255717人、投票率 85.39%。第35回衆議院議員総選挙10月7日、執行当日有権者数254608人、投票率 83.68% 第34回衆議院議員総選挙12月5日、執行当日有権者数249,266 人、投票率 84.44% 第33回衆議院議員総選挙12月10日執行当日有権者数245,010 人、投票率 82.71% 第32回衆議院議員総選挙12月27日執行当日、有権者数249,297 人、投票率 78.21% 第31回衆議院議員総選挙1月29日執行当日有権者数248。386人投票率 84.47% 第30回衆議院議員総選挙11月21日執行当日有権者数257,468 人、投票率 79.28% 第29回衆議院議員総選挙11月20日執行当日有権者数262,211 人、投票率 77.99% 第28回衆議院議員総選挙5月22日執行当日有権者数258,680 人、投票率 79.63% 第27回衆議院議員総選挙2月27日執行当日有権者数248,368 人、投票率 82.21% 第26回衆議院議員総選挙4月19日、執行。当日有権者数 238,172 人、投票率 84.46% 第25回衆議院議員総選挙10月1日執行当日有権者数 235,670 人、投票率 83.15% 第24回衆議院議員総選挙1月23日執行当日、有権者数 218,367 人、投票率 76.04% 第23回衆議院議員総選挙4月25日執行当日有権者数 218,222 人、投票率 72.26%1992 年には、同選挙区が、鹿児島1区に編入されたため、鹿児島3区の選挙が、同地域で行われることはなかった。うち1回は1946年に、大選挙区制で行われた第22回総選挙で、鹿児島全県区から当選。うち、第24回は、民主自由党、第25回は自由党、第26回は自由党の独占。第25回は自由党候補が5人、第26回は吉田派4人に加え、同党鳩山派3人、海進党2人で、計9人の候補が競う、長乱率でも、保守勢力が議席を独占した。公職選挙法、5署名原本、昭和25年、法律第100号。国立公文書館デジタルアーカイブ。ピアニッシモ227から256、2021年9月30日、閲覧。ありがとうございます。